最後はキラリンアートスター。小諸でアート関連の活動をしている人を紹介するコーナーです。今回は小諸森モアの井出はるさんをご紹介します。井出さんは今年のメンバーの中で唯一の長野県在住の方で、生まれも育ちもお隣の佐久市です。森の中に佇む神秘的なドーム。 ドームの中に白い幻想的な花々が咲いていますが、この花こそが井出さんの作品です。また、花に囲まれるように、井出さんが描いた熊の絵も飾られています。豊かな自然が身近にある環境で育ってきた井出さんは、熊の出没のニュースをよく耳にすることで、人間の活動が野生動物の生態系に影響を与えていることに胸を痛めていました。 そのため、今回の作品には、亡くなったクマを棺に入れるイメージが込められています。ドーム内の花や蝶は、すべて和紙で製作。この和紙は、大和屋紙店で購入したものです。創業170年を超え、豊富な品揃えと伝統技術を誇る大和屋紙店で、井出さんはじっくり種類や色味を吟味しながら、材料を大人買いしました。 井出さんは小室に対して、歴史が深く、町の雰囲気として柔らかく優しい印象を受けると話していました。井出さんが感じた歴史と柔らかく優しいのイメージが、大和や神店の和紙で作られた今回の作品にそのまま現れていますね。市内でも特に最近は、熊を目撃したという情報をよく耳にしますよね。 しかしこの作品は作詞に生まれ今回も作から小諸に通って制作した井出さんらしく自然への愛にあふれていると感じました。